皆さんこんにちは。今日は Day3 となります、はい。この動画から初めて見られている方は Day1 そして Day2 と、月火と始まっていますので、まずそこから、見ていってください。特に Day1 ではこの1週間メニュー腹筋の説明をしていますので、この1週間のメニューとしてやっていきたい方は特にDay1 から見ていてください。で、今回は腹斜筋ということでテーマを絞ってやっていきます。はい、このね、お腹のね、この側面ですよね。ここ脂肪が溜まりやすいというか、一般的にここは溜まりやすいと思うんですけど、こことこのね、お腹の側面、はい、腹斜筋という部分を、今日はターゲットとしてやっていきます。かなりひねる動きが多くなってきます。そして Day1 から Day2 と、続けてやってもらってる方に関しては、月火水曜日、昨日はお休みでした。で、今日の木曜日、そして明日の金曜日と続きますので、継続して頑張っていってください。今回のメニューもね、しんどいと思いますけど、気持ちいいトレーニングになってると思うので、皆さん、最後まで、ついてきてください。そしてトレーニングの最中、ドリンク飲めるように自分のそばにドリンクを置いてトレーニング一緒にやっていってください。というわけで早速やっていきましょう。 Day3じゃあ皆さん、Day3 頑張っていきましょう。上半身を上げて肩甲骨をつけないようにかかとを触っていきます。こう見えても地味にしんどいです、この動き。しっかり呼吸をしながらやってみてください。止まります。ちょっとね、首の筋肉使うんで疲れると思いますけど、頑張ってください。しっかりかかとから手が離れないように、ずっと触っていてください。左右で地面を指で触っていきます。目で追うような形でやっていきます。30秒休憩。腕の振りなしで体を上げていきます。結構難しいです、これは。足をしっかり伸ばして、片方のお尻に体重をしっかり乗せている状態、肘をついて脇腹
このお腹の横側面を触りながら動きを確認してください。関する全てのことをシェアしている筋トレ専門ホームページを制作しました。トレーニングの方法からサプリメント、ダイエットのことまで全て知れるマルチウェブサイト、アーバンスタイルフィットネス。フィットネスや筋トレについてもっと勉強がしたいという方はぜひ遊びに来てください。皆さんお疲れ様でした。今回のトレーニングも結構ね、気持ちよかったんじゃないでしょうか。かなりタイトなものにはなってます。はい。1日目、2日目、3日目と。ただ、個人的には1日目がわりかしね、今のところ一番しんどさで言ったらしんどいかもしれません。デイ1、デイ2と見られてない方はぜひ、そこから見て、このメニュー、参加していてください。今回、お腹の側面、こういったところね、先ほど言ったところ、
燃えるように、感じたかと思います。もうそれは本当に正解で、まあ、正解というか、そういった感覚を味わえたっていう方は、かなり聞かされている、証拠だと思います。姿勢をしっかりね、できるだけ綺麗に、作ってやっていってください。自分の体勢がどうなってるかわからないっていう方は、スマホで、インカメを使ってやってあげると、わかると思うので、動画撮るなり、鏡で見るなりして、ちょっとね、自分のね、フォームっていうのを確認してみてください。今回のエクササイズ、本当にね、この横を、狙ってます。本当にね、横を作りたいっていう方がいたら、もうこれをね、しっかりトレーニング行っていってください。まあ、喋ったら僕長くなるんで、ノート、取っていってください。やりますよ、ノート。はい。各種種目でやりましたところを、ちょっとね、説明していきます。まあ、すでに説明しているところは省いて、まあ、最初のね、セット。結構地味にね、疲れますよ。あれは。地味な動きほどよく効くっていう言葉が、まあ、あったとしたら、まさにそれです。はい。地味なんですけど、すごい効くと思います。最初の動き。僕、一回目、出だし、早々ちょっと失敗してしまったんですけど、腕の振りをなしにして体を起こすやつ。結構あれは、少しテクニックがいります。慣れてしまったら結構いけるんですけど、腹筋の力も相当いります。内にめちゃくちゃ縮めれないと、体を起こすことは、難しくなります。で、動画でも見てもらったように肩をねちょっと使ってあげることになると思います。はい、腕は使わないです。肩を使います。なのでこういった形でちょっとね肩の反動を使って体を起こすっていうことをやっていってください。あれはすごくおすすめです。はい、このトレーニングは完全に僕のオリジナルです。はい、まあ、基本的に僕が提供しているものは既存であるもの と、今までになかったような腹筋のトレーニングも入れてます。それは僕が考えましたメニューとして組んでいるので初めて見られる方も多いかと思いますが僕が考案した動きもたくさん入っています。これに関してはその一つになります。後半は結構ね、プランクベースの動きが多かったと思います。はい。まあ、プランクベースに関してはもうお腹、特にコアと言われる部分をしっかり固めて、ブレないように仕上げて、体勢を守りながらトレーニングね、そのままその体勢を維持して続けていくっていう。で、基本的にはどの動作も動きを崩さない、要するに形を崩さないっていうことを意識しながら決められた時間、続けていきます。はい。ここが大事です。なので先ほど言った、フォームが崩れている、できていないと、その崩れたフォームを続けてやってしまうことによって、本来求めている効果であったり、自分が効かせたい部分に効かなくなってくるので、フォームをしっかり自分で見て確認してください。僕と照らし合わせてくれると、そのフォームの違いが大きくわかるかと思います。はい。トレーニング終わりましたが、こういったね、ヨガマット。これ、ヨガマット。はい。とか、自宅にある、タオルとかでも構わないです。はい。なければ、タオルでも構わないですけど、腹筋みたいな動きっていうのは結構腰をね、地面につけることが多いので、薄いとちょっと腰が痛くなってくると思います。なので、ヨガマットがあれば準備してください。で、僕が使っているこのヨガマットは、かなり分厚くて、どんな動きをやっても全く痛くなくて、すごくやりやすいです。はい。興味のある方は一応、概要欄にリンク載せてますので、よければそこから見てみてください。そして僕が解説したアーバンスタイルフィットネスというウェブサイトがあります。そのサイトっていうのは、筋力トレーニングを主にボディメイクに関するウェブサイトです。はい、まあ、トレーニングの仕方、サプリメントの取り方、休息の取り方とかもう体を作るもうダイエットも含め全てのことをそのサイトで紹介しています。で、過去に僕が今まで上げてきた動画とかっていうのもそこで僕がチョイスしたものを載せているので、まだ見られてないという方はアーバンスタイルフィットネス良ければ見てください。フィットネスに関するすべてのことをシェアしている筋トレ専門ホームページを制作しました。トレーニングの方法からサプリメント、ダイエットのことまですべて知れるマルチウェブサイト、Urban Style Fitness。フィットネスや筋トレについてもっと勉強がしたいという方は、ぜひ遊びに来てください。ちなみに今回のトレーニング、7分間ありました。まあ、6分前後のね、トレーニングをこの1週間で用意しているんですけど、今回のトレーニング7分ありました。最後までトレーニングね、ついてきてください。明日も続きますので、明日の金曜日12時半、お昼12時半にまた動画を投稿するので、楽しみにしておいてください。というわけで、今回のご視聴ありがとうございました。ではまた明日の12時半に会いましょう。さよなら。